ハロー皆さん、どうも、パワープロ2019ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。んじゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしている、よろしくお願いいたします。今回はね、オリックス戦からやな。アキアマン頼む。オッケー。で、近本が珍しく調子上がんな。まあでも、ウエポンが調子いい。んなら、今回ちょ、ウエポンスタメンで使っていきたいと思います。こうですね。ヨーカは調子ええけども、まあ、福留さんは久しぶりスタメンで。よし。で、ちょっと一番近本があれなんでね、ちょっと、でも近本ちょっと一番固定かな。いや、これ9番ウエポンでええんちゃう？裏1番みたいな。実質。いいやん、このオーダー。おし、これでいってみよう。うわー、オリックスえぐい。調子良すぎやろ、お前。マジか。私ね、オリックスの方でもペナントやってる、おるんですけど、この2018年のデータをこの2019年の方に引き継げへんから、また最初からやるんは偉いわ。ちょっとね、また最初からやるのはかなんな。嫌ですね。せっかく2018のデータがあるんやけど。おお、チャンスは作るよ。透明。糸井さんか。まあ、チャンスで糸井さんのポップフライはマジで見とうない。リアルでよう見る光景ですけどね。チャンスで糸井さんのポップ。ゲームでは違うというところをね、見せてほしい。だここでいっちゃんやったらあかんのは三振。進塁打すら打てん。これはあかんわ。いっちゃんやったらあかんの三振言うたけども。進塁打も打てんようじゃあダメですね。クリーンアップは務まらん。簡単にちょっとね、これミートでええわ、もう打てへん。よし。うわー、下田変なとこ打った。うい、よう見た。ちょっと MLB やってたんで、ボタン操作の確認。超絶ギリギリか。どう中軸以降がめちゃめちゃ打っとるな、オリックス。うわ、調子ええ。チャンス。梅ちゃん、3割8分。覚醒梅野ですわ。ここゲッツーあるぞ。絶対ランゲッツー。ちょっと待て待て、簡単に追い込まれすぎやて。打てんような球ではないだろ。うわっ、かん、何してん。ちょ、待て、おかしい。どうした？俺どないした、マジで。ちょ、冷静に。これはマルテの逆方向、広角に打ち分ける、素晴らしい。いや、これは無理やな。よし、小さなことからコツコツと返していきましょう。真ん中、これは予想外。な、予想外すぎひんか、あんな真ん中に来るカーブ、スライダーか。スライダーがこんな甘いとこ来てええんですかい。あかんわな、そら。真ん中に2球スライダー来た。おかしいやろ。また糸井さんか。まあ、ホームラン狙いやな、ここは。もうこれな、ほんまにボケ。もうそれいらんて。えぐいわこのおっさん、なんとかせ。うーわ、もうやっばい。何これ、いつもの俺とちゃうぞ。いつもの俺ならバッチリ仕留めるのにな。ほれみ、打てる気せえへんわ。何これ、ちょい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 
結局二者残塁です。俺がテンパったら負けるな。いつものことや。テンパるな、テンパるな。もう、チャンス、チャンス。桑原。まあ、守備固めはいらん。負けとるし。いや、そのまま、うわ、もう、しょうもな。無駄な時間ですよね。こういう一番しょうもない試合が。ボロ負けするわけでもなく。なんかな、もうトントン拍子に。ことは運んでそのまま敗北中ね。いっちゃん見てておもんない、おもろない試合ですよね。全然盛り上がるとこなしっていう。いやあっちまったぜ。あー、ちょっと待って、ここよな。あそこのあの気色の悪いコースがストライク言われたんが効いたな。効いてる効いてるっちゅうやつですわ。秋山、これで負けがついたんか、お前。おかしな。で、福留さん、つこたのに結果は出しとるな。出しとる出しとる。ナバーロよ。まあ、俺もちょっとナバーロ打てへんかったんやけど。つこたからには結果出してくんせえ。ナバールと糸井さん、両方俺が操作しとるわ。森谷と桑原はいいピッチング。ゲームの桑原はな、いいですよ。アップできてどないな、どないなるんやろ。桑原の能力。福留、うわ、この二人順調に劣化しとるな。どないしよう。またこれ荒れちゃうの、ベテラン1年で、そのままクビっていう感じになるんちゃう。もう、劣化しすぎなんよな。岩貞調子上がんな。いや、これはもう調子重視、調子重視ね。岩貞投げてるとこ、岩田が調子ええか。谷川が、でも谷川スタミナし、な、スタミナし、あったら使えるんやけどな、先発でも。ガルシアよな、これ。ちょ、ガルシア使いたいな、俺。おちょ、ナバーロ、一回下げますわ。一回ちょっとナバーロを下げてですね。でもこれナバーロ下げたとて、上げる選手おらんな。うわー、これきついなー。ナバーロ下げたとて、打力がある選手が全くおらん。早田か。早田も代打専門になってまうで、高山は今ちょっとトレード要員にしとるんでね。うわー、早田かー。だからな、ナバーロな、他の外野手調子悪い時使えるからな。あが、やっぱガルシアないわ。ガルシアちょないわ。あげれんな、これ。ナバーロ下げれん。岩田やで。さあ、岩田でいいですね、今回は。で、調子がうんちな選手たちを、みんなさ、で、福留を、中谷。で、梅ちゃん、ちょっとね、下げますか。ちょっと冷えてきてますね、梅野も。で、木浪。北条に。で、ナバーロ。あかんか。ほんなら、洋川で。はい。こういう時は、センター中谷かな。で3番糸井さん、5番マルテ、6番陽川、7番原口、8番中谷、9番北条と、いいですね。下位打線ほんま厚み出るな、DH 制。で、本日、ピンチ。久しぶりにピンチでプレイしていきたいと思います。いきましょう。相手も調子がいい。杉本か。杉本、あの、恵まれた体からね、ホームランバチコーンぶち込まれたら、どないしよう。ノリノリや。京セラドーム大阪です。さあ、これはもうリアルの方はね、原口がさよならだ打った数時間後にこれ収録しておりますんで、俺の気分はめちゃくちゃ、機嫌はええです。機嫌はいいが、ゲームの方では、誰、ディクソン、ディクソンも結構長いことおんな。いいですね、メネス。
満員のこのいいです。お最後まで狙ってきよる。ちょっと1球高めに外すか。この高め外し意味ないな。ブラゼルにしか通用せえへんぞあれ。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。左バッターボックスは4番吉田。第9投げました。さあ次の投球スラワーボー内角低め第3球を投げました。ちょっとあれやな。次は4球目投げました。ようやくナイスピッチいった。第5球投げた。これ誰セカンドか。これファースト思った。ナイス糸ちゃん、ちょ逆つかれましたね。こう操作糸ちゃんになっとったと思うからな。うーん、逆つかれたわ。さあまた毎回さあ足立タイガース外野は遊びの守備を取ります。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。打ちました。北条エラーないぞ。こんなとこでエラーしたほんまお前。オッケー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 。ナイス北条、ナイス北条。二塁ランナー、こう打ちすぎやろお前。杉本めっちゃ打っとる。第9投げた。うわ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 。さあ次の投球打ちました。サード、うわーサード投げれんな今のは。ちょっと今迷った。で武田健吾プロスピでお世話になった選手、覚醒させたらねどえらいことになりますから守備力が。この人前何遍も言うとるけどな。これぜひねプロスピで覚醒させてみてください。この武田選手を守備力がねすごいことになります。だから僕はお世話になったんですけど、これは近本硬い映像。あかんか。これはまたピンチ招きそうな予感。こういう時はね間違いなくまたピンチきます。いけたか。うーわもうコツ返されんでええて。岩田もあかんか。変えときゃよかったな。いやもうここはもういいだ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 生かすわ。ピッチャーを変えてきました。岩交番左の飯田今日2番手として。この間神、いやでもこの間神ピッチングはしない。で守備、守備はどうしよう。守備はこのままでいいか。じゃあ原口も変えとこうか。梅野にしとこう。でちょっとこれ糸井さん次回ってくるんか。変えたかったな糸井さんも。お、ミート打ちか。外野は浅めの守備を取ります。よし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 。追い込んでから投げました。うまい、うまい、うまい。焦った。投げました。打ちました。うまいが。中田取りました。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。伏見さんどない打ち取りましょうか。さあ次の投球。どう。内角低め、チェンジアップ外れてボール。第3球を投げました。甘いな。厳しいところ追い込んで第4球をボール。なんナイスピッチいかんな。これも甘い。流し打ち。これは甘いわ。どこ投げとんねんほんま俺。甘すぎだろ今の。いやもう自分でも分かった。ナイスピッチいかんからこんな甘い球投げてええもんちゃうぞこのゲーム。ナイスピッチゲーですよ。オーダーイケメン出てきた。北条いい送球。白崎か。一発あるな。長打力ある選手。ちょーい。投球は3球目投げた。うーわホームランボール。取ってこれで3アウト。えらいお前甘いとこまた突きよったけど。いや今のももっと
食い込んでくれへんと。京セラドーム大阪からお送り。コース甘いわ。さあ7回は誰出てくるんやろ。いや桑原やな。桑原行ってくれ、行ってくれ。で糸井さんを、エゴシに変えてセンターエゴシにしときますね。桑原、桑原、エッジスライダー、高速スライダーが効きよる。エゴシ、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 エゴシ。いやこれは残念、そこはエゴシや。うっ、素晴らしい守備範囲、これがあるからいい。エゴシはね、一軍態度なんですよ、打てんでも。ナイスナイスナイス。岩崎か、もったいないな岩崎。福留俊介、上ポン、木南。よし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 。最終回は、あーでもこれもうな、つこても劣るんよな、飯田を。だ岩崎生かすか、しゃあないな。スタミナは守備。で、ヨーカワに変えて、ナバーロですね。ナバーロファーストで、どうしようかな。ウェポンなんか出しときたいな、俺。で、イトちゃんに変えて、ウェポンセカンドで守備固めで出します。あと、俊介は、まあ、このままでいいか。おい、おいおいおい、いらん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 。第9投げた、ストレート決まってストライク、まずは決めてきました。タイガース外野は浅めの守備を取ります。投げました、見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。第3球は打った、これはセカンド、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 2塁アウト、試合終了です。よし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 、10対5と、なんかな、追いつかん程度の、追いつかん程度の反撃って、自分が、うちがしとったらなんか、鬱陶しいだけなんやけどな。なんか、やられたらなんかな、嫌よな。嫌な感じあるわ。気悪いわ、ほんまな。タイガースがこんなもんしとったらな、しょうもないわ、と思うんやけど。相手チームもそんな感じなんかな、タイガースにこういう追いつかん程度の反撃やられとうときって。なんか、地味にうざいなっちゅうね。勝利に貢献、寂しい、それだけ。勝利に貢献、12345文字、わずか5文字でヒロイン。それが今回のヨーカーでよかったんちゃう。ロメロ、 T ヨーカーだ、トガダも打っとるわ。近本で誰が今後、うわ糸井さん、俺が操作せん糸井さん、神やん。大山もマルテ、ヨーカはスリーランホームラン。北条いいな、今回めっちゃ仕事して14安打10得点やから、すごい効率いい点の取り方してますね、うち。エゴシも1の1、いいですよ。マルテ、ちょ、マルテほんま打率爆下げよな。原口も3の2で3割3分8厘。梅ちゃんさん、いや、梅ちゃん冷えとるな。で、中谷は安定ですね。マジで中谷、どないしたんやろ。こうリアル中谷がもし俺の動画見てたら、なんで俺こんな打てへんのやろなと思っとるんちゃう、マジで。ゲームでも、ゲームでは打ってくれよと俺も思っとるわ。2年前を思い出してくれよ中谷。ファンはみんな思っとるはずや、2年前の。まあ、本人が一番思っとるやろうけどな。お前ファンが何様じゃって本人は思っとるかもしれん。分かっとる言われんでもってな。さあそうよな、指摘されんでも分かっとるわボケーって言いたいはずや、中谷は。おい、相手えぐいだろ、ノリノリ2人おったんやけど今。また岩佐田調子あかん。采配投手、岩田オツです。調子がいい P おらんな、調子がいい P おらんな。
ババイカスは。ちょっとババはリアルの方でもね、日ハム戦で打たれてもうたんやけども、やはりドライチ。腐ってもドライチ、全然。大丈夫ですよ。頼むババ。期待しとる、俺はお前に。で、こう、また、あれやね、原口が調子いいんで、ヨーカーも調子いいですね。で、ナバーロに変えてヨーカーで、北条も調子いい。ちょ、木波使うタイミングないなぁ。で、ウェポンも調子がいいんか。こう、マルテガイアありやなぁ。ドメさん下げてやね。あれちゃうな。これありでしょ。いや、なしやな。これはなし。これはなし。うん。だから、純粋にここはナバーロで。いいです。外野でもこれファイヤーフォーメーションや。マルテが外野でもそういうことなるか。しゃあないな、これ。うわー、重量打線やな。守備超軽視しとる。いつぞやのジャイアンツやん。2番、ウェポン。ここで2番ウェポンががっちりハマってく。で、5番誰 ?5 番マルテかな。こうかな。よし、これでいきましょう。見栄えはめちゃくちゃいい打線ですね、これ。んだら、ラストは、チャンス、プラス。いや、チャンスピンチかな。久しぶりにこのチャンスピンチでいこう。これ全くしてなかったんで、チャンスピンチ。はい。こう結構時間かかるんでね、避けてたんですけどね、これ両方操作する。21分か。長いな。カット編集超めんどいんで、素揚げなんで、いつも30分前後になるんやけど、パープルな、カットするとこどこにあんねんちゅう話やけど、俺はもう全部をこう見てもらいたいから、別に見どころだけってか見どころないしな、見どころないんでカット編集しようないんよ。見どころだけをピックアップして、カット編集するのはありかもしれんけど、その見どころがないっていう。糸井さん、これホームラン狙いいいわ。うん、軽打で素晴らしい。これはいける、これはいける、いける、いける、セカンドいける。よっしゃ、近本ナイスラン。糸井さんもナイス、素晴らしいですね。完璧に合わせました。ここで大山な、20本いけるかな。なかなかホームラン伸びひんな、俺が操作すると。まずは見送りました。打ちたいな。どこ振っとんねんこれ。まあ打率こそ2割ならばあるけど、打っとる気せえへん。マルテ、この人もなかなか伸びひんな。これをね、なんやこいつ。なんかリアルの方はな、いいところで打つんやけど、こっちはなんか、全然打たんようにやってもうたな。リアルの方が打ち出して思ったら。パープルの方が打たんようにやってどうすんねん、これ。まあ、ゲームより、そら現実の方がね、重要ですけど、当然。重要度はもう全然違いますけども。こっちでもある程度仕事してもらわんとな。解雇なんで。はぁ、あれストライク言うんか。これまた3割3分のしとる。近本ええな、冷えた思ったら近本は3割3分キープ力えぐい。ああ簡単に、ほんま操作しやすいな。ミート C 近本、ミート C の選手がほんま異次元。上本博樹3割7分3厘。バントさせんでええけどな、ウェポンに。ディーサルウェポンの時間や。はい、うまい右打ち。これが上本博樹です。これがうちのウェポンですと。この1、2番いいな。しっくりくる。この1、2番。もうここ糸井さんは、ホームラン狙って、うん。これはあかんか。まあ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 。おいおいおい。エラーすんなて。うわ、ノーアウト。きよったきよった。てかメネセス良すぎやろ成績。メネセス、よし、吉田。第2球投げました。
第3球を投げました。打ったショート、これはまあしゃあないよな。気づけば1点差。マルテ3割切りそう。悲しいな。これが今のマルテなんですよ。スランプなるぞこいつ。ノリノリになってほしいんやけどな、今の状態じゃ。なんかロサリオの方が操作しやすかったな。ロサリオめっちゃ4割打っとうのなあ。4割打者だったんやぞこっちのロサリオ。あかん。うわー、バーバー。前作のババは神ピッチングよーたびたび披露してくれたのに、こっちのババあっかん。え？これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、甘い。いきなり155キロ。第2球投げた、これ不明。パワープロというゲームいい加減。これをアップデートでまず改善せなあかんとこだろうなあ。気色の悪いゲームやわほんま。あだっち甘いのこれ。これ見逃す。こういうゲーム割り切らなしゃあないなほんまに。どれぐらいゲームやぞこれ。はい、ほんでこれがポトンとポトンとポテンポテンポ。よしよしよし、ようかわないっす、ようかわないっす、ようかわないっす。ファインプレー、ちょっとテンパってね、セカンド投げてもうたけど。うわー、モリアー、モリアー、モリアー。ちょ待て、モリフト、こんなんどないすんねんて。帰んでええぞ、ここ。あれ、俺がこうだったか、まあええわ。こうでええわ、もう。よし、チャンス、チャンス、チャンス。うわーチャンス全然消えへんし。あー帰れへんな。うわーこれ守備ほんまえぐいな。いやもう中間守備とか機能したことないです。外野前進ポテンヒットがいっちゃうざいだろ。あでもこれちょ待てよ、今は中間守備でええわ。で最後ミート打ちにしていけよな。ここで外野前進ですね。すっごいうまいとこ外野前進しててあれか。ロメロロメロロメロ投げました。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げました、打ちました。誰が行くんぞこれ。大山やろ。いや杉本が打ちすぎなんよな。そりゃノリノリになるわな。初球空振りから、またも空振り、追い込んでから投げた。はい、殿下の高速スライダーマッスラー、素晴らしい。さあさあさあ、チャンスチャンスチャンス、来た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 。代打で残っとるんは梅ちゃん、中谷。でもみんな調子があかんな。これはもう上ポンにかけるわ。第9投げた、うん、あれは見逃していい。今のは見逃していい。今のは見逃していい。第2球投げた、これも見逃していい。これも見逃していい。直球直球直球。第3球を投げた、1球外した、ボール、打てる打てる。第4球を投げた、低め、よう見た、ナイス戦。第5球投げました、これはウェポンのうまい右打ち、よしよし来た来た来た、サードいける。え、何しない何しない、え、上本ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。は、第9投げました、は、それが決まってストライク。第2球投げました、完全に外れた、ボール。
第3球外角高め際どい球ボール。第4球を投げました。打ちました。第5球投げました。打った。落ちろ落ちろ落ちんはもう結局一緒やね。うん、点取ったでも一緒だね。北条変えてなかったけど。勝ち越しならずか、悲しい。もう吉田にやられすぎやろ。今日は二人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように6対3タイガース敗れました。勝利投手は榊原、敗戦投手は馬場、そして西武は松井。タイガース今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、うん、まあ俺がなピンチでことごとくよう打たれおるな、ほんまに。これだけでした。はあ、いくら打撃で結果残しても、ピッチャーの方でこんなボコ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 打たれたらな、意味ないもんな。吉田、杉本、吉田。打つべき人が打って、で、こっちはね、もうマルテ操作しても全然あかんかったし。なんやこの外人。近本、個人軍、やな、今は。いやー、マルテあかん、これほんまにあかん、マルテ。3割4分打っとる打者が2割9分7厘って。どえらいさ。まあ言うてもしゃあないわ、こんな。で、モリア、で、桑原。あ、ちょっと中継ぎがなー、ピリッとせんよな、俺も CP もなー。だからなんか防御率が3点台の選手ばっかなんよ。ジョンソンとドリスだけっちゅう感じやな、ほんま。キナミパワー E48 か。ババお疲れ。2軍でリフレッシュしてきてくれ。ただもうこれみんなね、2軍にボン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 下げおるから、上げる選手おらんちゅうね。この使い方しとったら。ここはその場しのぎで斧を上げとこか。まあ、その場しのぎ言う言い方おかしいけどな。斧あげよう。はい。成長法な。誰か金徳ついて。岩田と、うわ、もう下がる人がめっちゃ下がる、ほんまに。加えてナバーロも下がりおるからな。うん、はい。んじゃあ次回ね、楽天戦から続きやっていきたいと思います。んじゃあまたね、バイバイ。